こんばんは、ゆっちです。本日もご視聴していただき、ありがとうございます。本日はですね、ギラッギラですね。これを、何かはキーボードが届きました。ちょっとこれを、開封をレビューしていきたいと思います。レビューというんですかね、開封実況していきたいと思いますので、どうぞご覧ください。それでは、開けていきたいと思います。できました。ニューファイさんのハロー75になります。ですね。やっと届きました。で、裏箱がこのようになっております。それでは早速開けていきたいと思います。ちょっとへこみがありますが、気にせずに開けていきます。まず逆ですね、思いっきりね。こちらですね、日本語も書いてあるのでちょっと使いやすくなってあります。で、こちらが本体になります。今回はこの白色を選択しました。ちょっと持っていない色ですので、こんな真っ白なの持ってないので、ちょっと楽しみにしたいと思います。あとはこちらですね、こちらになります。あとはこちらになりますね。あれ、頼んだのに来てない。一つ頼んだんですけれども、ちょっと来てないので、ちょっと気になりますね。またちょっと連絡してみようかなと思います。こちらのキーボードの交換キーを買ったつもりだったんですけれども、買いそびれてました。せっかくタダだったのに、残念です。はぁ、ちょっとしょげてしまいました。それでは開けていきたいと思います。すごいショックすぎて悔しいです。ただだったので。
わすごいショックですけれども、まあこれだけキーあるので、これで気持ちを落ち着かせていこうかと思います。今回はこの軸を選びました。名前が分かんないんですけれども、この軸を選んで楽しんでいきたいと思います。さっきこのハロー60を使ってました。で、あ、これもちょっと配色を変えていろいろやってるんですけれども、重さがちょっとこっちの方が意外と軽いなと思いました。ちょっと軽量することできないんですけれども、ちょっとこっちの方が重めにファンクションキーないけれども重めに感じました。でもこっちファンクションキーにあるんですけれども、思ったより軽いなと思いました。さあちょっと私の手には優しいキーボードだなと思います。それではこちらの方を外観を見てみましょう。こういう感じですね。サラサラ感、なんか気持ちいいですね。滑り止めっていう感じで、ここにタイプ C で、こっちで、ワイヤレス Bluetooth か、USB ですね。で、こっちで Mac か Windows が選べますね。で、これがあれですね、 USB のものになりますね。あ、見た感じはすんごい綺麗で、めちゃめちゃ汚したくないなっていう風な感じがします。汚さないように慎重に使いたいと思います。私は有線派なので有線をつけていきたいと思います。さあ USB をつけた途端、このように光ってまいりました。どんな光があるんだろう。すごい、ちょっとこれ好きですね。紫いいですね。わかりますかね、ちゃんと見えてるのかが心配なんですけれども、こんな感じになっております。あとサイドも変われるんですよね。サイドライトファンクションキーにこれを押して、あ、すごい、わかりますか、ここが光ってますね。すごい、これは楽しみです。うわ、ちょっといいですね、キークロにはない感じで、あ、綺麗、綺麗です。ちょっと打鍵感を見てみたいと思います。あ、その前に私これを上げないと使えないタイプですので、ちょっと上げたいと思います。なんかいいですね。いい感じです。よく見えますかね、こんな感じです。打鍵感です。
いいですね、このスペースキーとエンター。ちょっと軽いんですけれども、思ってるより軽いんですけれども、すごく使いやすいかもしれないです。この軸いいですね。ちょっと軸を選んだの素晴らしいと自分で思います。ちょっとどうなるか、ちょっとやってみたいと思います。ちなみにリングライトっていうのもあるみたいなので、ちょっとやってみたいと思います。おお、なにこれ、おおおお、そういうこと、リングライト、わかりますかね。色が回ってます。いや、これは楽しい。めちゃめちゃいいですね、これ。めっちゃいいですよ。めっちゃ最高です。ちょっとこれ今ヘビーユーザーになってしまうような感じなんですけれども、私はキークロンが大好きなのでヘビーユーザーではなくとは思うんですが、これもニューフィーさんですかね、ちょっと楽しんでいきたいと思います。いやー、いいもの買いましたね。ちょっとそうですね、いろんなキーボードを本当使ってみたいなと思ったんですけど、でも私は、キークロンさんとこのニューフィーさんを選んでますので、まあ、他のを使ったことないっていうのもあるんですけれども、この2つを主に使っていきたいと思います。でも、キークロンさんが一番大好きです。この動画を作っておきながら断言しますが、キークロンさんは最高です。それでは、この、開封実況を終えたいと思います。お聞きいただきありがとうございました。それでは、バイバイ、どうぞ。